はい、流進法でございます。まあちょっとね、今日時事的な話したいかなと思うんですけど、まあロシア・ウクライナ問題についてね、ちょっと思うことというか、まあ世間の関心はかなり高いと思うんですけど、まあ僕なりに思ってることを話していきたいかなというふうに思います。でね、まあ地域紛争みたいなね、ことっていろいろここ数十年の中で地域紛争みたいなことはあったと思うんですけど、第二次ね、世界大戦以来、まあ、かなりこう大きな戦争っていうのはなかったと思うんですよ。で、今この70年80年ぶりぐらいにこの大きな戦争というのが起こっていて、なんかね、これ政治学者とかね、まあそういうその道のこうプロの人、軍事的なアナリストとかね、そういうプロの人でも、これなんでこういうことが起こるのか分かんないなって、正直分かんないなって思うようなところもあるかも分かんないんですけれども、まあなぜ、まずね、1点目としては、まずロシアがなぜウクライナを攻めたのかっていうのがよく分からない。これがね、本当によくわからないですね。まあ、すごいね、手前の動機としては、そこのウクライナの土地が欲しかったね、とかね、その占領というか侵略戦争ですよね。侵略をして、まあ自分の国土にするぞっていうようなところが、大きいと思うんですけど、動機としてはね。ただどう考えても、その世界中からこう非難を受けて、まあああいうふうに経済制裁をされたりとか、まあいろいろな部分でこう拒絶拒否をされて、まあものすごいこうバッシングを受けてっていう、そのメリットとデメリットを考えた時に、まあデメリットのが大きすぎてやる意味がないっていうふうに思ってしまうんですね、僕の場合は。で、なんでそれを、ここまでデメリットしかない状態で、で、まあ、特にロシアぐらいの大国になると、非常にこの国の名誉みたいなね、イメージ的な問題もあるじゃないですか。その、現金とかね、経済的に損とかだけじゃなくて、非常にこう、不名誉であるっていうね、メンツっていう意味でも、なんでやっちゃったんだろうっていうふうに思うんですよね。で、なんか、ちょっとこれ悪口ではないんですけれども、ロシアっていう国は、今までみんなが考えていたよりも、あまり文明的な国ではないのかなっていうね、ことをちょっと思ってしまうんですよね。で、まあここら辺もいろいろなこう疑問が湧いてくるんですけれども、まず政治が変ですよね。その一人のこう独裁者がずっと数十年間ね、権力を握り続けていると、本当に公平公正なね、こう選挙の結果であったりとか、そういうそのことではないだろうっていうね。まあもうなんかこう選挙ですらこう操作されているというか、不正があって操作されてるみたいな、中で、こう、非常にこう、なんていうのかな、昔風というかね、こう古代的というか、そういう政治体系ですよね。で、これもね、疑問なんですけど、例えばこれ大統領命令とかで、勝手に軍を動かしたりとか、そういうことって可能なんですかね。いや、まあ、可能になっちゃってる、この社会制度が問題ではあるんですけど、なんかまあ、日本だとね、三権分立みたいな形で、まあ、一極集中、権力の
一極集中が起こらないようにして、まあ、これも、ね、日本もこう敗戦国としてのこう非常にこう反省というかね、過去に対する反省というか、歴史を修正しようとした痕跡でなってるんだとは思うんですけど、まあそういうこう社会の秩序というかね、そういうものがちゃんと正しく機能してないなっていうふうに思っちゃうんですよね。でもこの21世紀のこの時代に戦争するって、なんかもう野蛮人じゃないんだからっていうことを思ってしまうんですよね。でその原始人じゃないんだから、みたいなね、まず話し合いでしょみたいなね、その戦争をする前に何らかのこう問題があるなら話し合いでしょ。で話し合いをできない理由について、ロシア側がきちんとこう説明できてないんですよね。でもこれこの前のこうね、プーチンさんの演説見ててもそうなんですけど、こう西側によるこう抑圧というかね、攻撃されるかもしれない不安からやったんだみたいなことを言ってるんだけど、まあどっちが先に攻めてきたのか、武力行使を行ったのかっていうのを考えれば、まあ誰が悪いのかっていうのがもうこう火を見るよりも明らかなわけじゃないですか。で、まあもうそういうその細かいことは抜きにしても、単純にこう戦争状態というかね、ああいう虐殺行為っていうのは、もう今の時代ね、それに賛成ですっていう人はいないと思うんですよね。もうみんな反対。まあそれはロシアの一般市民レベルで言っても、平和を願ってる人たちの方がはるかに多いわけで、じゃあこれなぜこれが起こっちゃうのかっていうのはね、本当に謎すぎますね。謎すぎる。まあこれはね、まああとどうしたらこれ終わんのかなっていうね、そこら辺ですよね。その終わり、終結とは何かみたいなねことだと思うんですけど、まあウクライナ側から見ると、もうこの攻めてこられる限りは、今国が滅ぶかどうかみたいなね、そういう戦いなんで、もう絶対抵抗はし続けますよね。いや、その時点で戦いは終わらないし、まあロシアがまあ最終的にはね、引き上げて、ロシア軍が全部引き上げて帰っていく以外にはないですよね、方法は。だってもう個人の喧嘩の正当防衛じゃないですけど、これ黙っててやられ続けてたら国がなくなっちゃいますからね。全部なくなっちゃうから、やっぱそこは死守するでしょ、普通にね。じゃあこれ日本に攻めて来られたらっていうのを考えてみたらわかると思うんですけど、もう何もしなかったら、無抵抗だったら日本なくなりますみたいなね状態になったら、まあもう守るために戦いますよね。もちろんその人殺しは絶対ダメですけれども、理屈では分かっててもこう対話に応じてくれない人がこう武器を持って攻めてきたら、もう対話も何もできないっていうね。だからなんかね、違和感をすごい感じるのが、なんでこの21世紀のね、この時代にこういうことが起こってしまってるんだろうっていうことですよね。で、地域紛争レベルじゃないんで、やってることがね。これ地域紛争とかで、ちょっと小競り合いみたいな感じだったら、まだ世界中ね、どこでも、まあいろいろちっちゃい、ものはありますけれども、もうこれはね、本当に、
ちょっと人類全体で考えなきゃいけないぐらいな、まあ、かなり大きな規模の戦争で、もうこれ第三次世界大戦につながってしまうんじゃないかぐらいの、もう今きっかけになっちゃってるような、まあ、かなり大きな出来事なので、まあ本当にこう今世界中の人たちが、まあ一つのね関心を持ってはいるんじゃないかなっていうことは思ってます。ただねこれもね、なんか YouTube もね、まあ、今回ちょっとタイトルは気をつけようかと思ってるんですけど、結構厳しいですよね。多分情報統制とかね、そのキーワードとかでね、あの動画も削除されちゃうかもどうかわかんないんですけど、まあ、かなり、まあ、タイトルとかには気をつけてね、あのやんないとまずいかなとは思ってます。まずいかなっていうか、別に動画消されるぐらいだったらいいんですけど、あのいや良くはないか、別に動画消されるのは良くはないわけじゃないんだけど、そういうことよりもなんかこう別に僕はね、こう戦争反対っていうさ、こう平和的なことを言ってるのに真逆のキーワードで取られちゃうんですよね。こういう問題に対して話すとね、機械的な検索で勝手に引っかかってきちゃうんで、うん、まあそんな感じでね、もう本当にねロシア人自身に止めてほしいですよね。なんかそういうのは思ってます。はい、失礼いたします。ありがとうございました。